今週も始まりました。ポコポカ、あなたの心をポカポカにのお時間です。お相手はミニミニ子育て支援ルームイコマーマ代表のテルヤミスズことミースーです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は絵本、アロマ、香り、カラー、色の分野からリスナーさんの心をポカポカにするお手伝いをさせていただく番組です。また子育てをしながら様々な分野で頑張っていらっしゃるママさんやパパさんをゲストにお招きしたり、イベントの告知をしたりと、子育てに関わる全ての人たちを応援するラジオ番組でもあります。番組内でご紹介した絵本やおすすめアロマの香り、カラー、色を通して日々の子育てにお役に立てるよう番組を発信しております。子育てに関わる活動をされている方、活動をね告知したい方、このココポカのラジオで活動の様子をお話ししてみませんか。ココポカゲストさんも大募集しております。この番組ではあなたの心をポカポカにしてくれる絵本、心をポカポカにしてくれる場所、この曲を聴くと心がポカポカになる曲、この色を見ると心がポカポカになる色、心がポカポカになる食べ物など、ココポカエピソードを教えてください。メッセージお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 ファックスは098-934-8653。 また FM コザでは YouTube で映像と音声を配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイキャスでも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。ところで私は今週ですね、以前、勤めていた、子育て支援センターさんでですね、2回に分けてアロマスプレー講座と、地元うるま市のね、子育ていつもお世話になっております子育て支援センターさんの方で絵本講座のね開催をさせていただきました。今週はこのね育児講座をねさせていただける1週間ということで、またね新しいこうママさんやパパさん、子どもたちのね親子の皆さんとのたくさんの出会いがありました。今日のねココポカではですね、この講座でママたち、ママやねパパたちにおすすめした絵本の紹介やアロマの紹介をしますので、お楽しみにしていてください。午後のこのお時間、ぜひリラックスした気持ちで聞いていただけると嬉しいです。では続いてはこのコーナー、ココポカ今日のおすすめ絵本のコーナーです。 EQ 絵本講師でもある私おすすめの絵本を紹介するこのコーナー、今日もおすすめの絵本をご紹介させていただきます。今週育児講座もあったということで、支援センターをね利用されている、親子の皆さんね、お子さんだいたい0歳のお子さんから2歳くらいまでの、お子さんがねのね子育てをしている、ママさん、パパさんたちが多いんですけれども、その育児講座で0歳から2歳向けの絵本ってどんなものがありますか、ちょっとね知りたいですっていうご質問もあったので、今日はここでですね0歳から2歳向けのおすすめ絵本を、紹介したいと思います。まず1冊目です。この絵本です。ユックとスックトイレでチッチっていう絵本です。ね、なんかすごい私も大好きな、佐古桃美さんが絵を描いていまして、文は高寺佳代さんなんですけれども、まず内容として少し読ませていただきたいと思います。ユックとスック、
トイレでチッチ、サコモモミエ、タカテラカヨブン。男の子の名前はユック、女の子の名前はスック。二人はとっても仲良し。今日も一緒に遊んでいると、漏れちゃう漏れちゃう、急げ急げ、クマのペロリが走ってきたよ。どうしたのかな。ふう、間に合った。ペロリはトイレでおしっこチッチ。わー、本がいっぱい、いいなーいいなー、ペロリのトイレと言って、このね、ユックとスックトイレでチッチっていう絵本なんですけど、このね、トイレは嫌なところ、怖いところではなくて楽しいところだよーと思わせてくれる、一冊です。実はですね、今6歳になる娘がね、2歳の頃にこの、ユックとスックトイレでチッチの絵本はすごいお世話になった絵本で、この絵本をね、読んだことで、なんかトイレがすごい楽しいところというところで娘も感じてくれたようで、とてもね、トイレトレーニングがとてもスムーズに進んだように、今をね、振り返ってみると感じています。で、この絵本の中にはクマさん、ウサギさん、リスさんなどね、たくさんのね、動物たちも出てきて、こう漏れちゃう漏れちゃうとトイレに駆け込みます。みんなね、そのそれぞれのトイレの中のがね、とてもユニークで、例えばクマさんね、さっき読ませていただいたクマさんは絵本が大好きなクマさんで、トイレの中にはね、たくさんの絵本であふれているお部屋の中になっていたり、ウサギちゃんはね、たくさん、動物が大好きで、動物のね、お人形が特に好きなんですけど、このウサギちゃんのふわりちゃんっていう女の子のトイレの中はお人形がたくさんこうね、並んで優しい気持ちになってくれる絵本、トイレの中になっていて、ね、トイレがね、とっても楽しいところなんだよっていうところを、子どもたちに、感じさせてくれる一冊になっています。ぜひね、今これからトイレトレーニングしようかなって思っている方も、今ちょうどね、トイレトレーニング中ですっていう方にもね、ぜひ、読んでいただきたい絵本です。一冊目はユックとスックトイレでチッチでした。では2冊目ですね。これも、今ご紹介したユックとスックのシリーズなんですけど、私がねすごい大好きなシリーズの1冊です。ユックとスック、やだやだおばけ、サコモモミエ、タカテラカヨブン。ユックとスック、やだやだおばけ。男の子の名前はユック、女の子の名前はスック。二人はとっても仲良し。今日は一緒にやだやだやだ、おもちゃを貸すのはやだやだやだ。ユックは首をブンブンブン、両手に持って独り占め。おもちゃを返すのやだやだやだ、スックも首をブンブンブン、両手で抱っこ独り占め、という風な内容なんですけど、もうね、0歳から2歳の今子育て中のお母さん方、だいたい1歳ぐらい過ぎるとね、やっぱ自己主張もしっかりしてくるので、やだやだっていうね、お子さんの今やだやだにすごい困ってますっていうね、お子さん、お母さん、パパママたちがいると思うんですが、このユックとスック、やだやだお化け、これをですね、私が以前勤めていた支援センターで読んだらですね、すごい1歳から2歳の子供たちがすっごい真剣な顔で最後まで見ていました。こうやだやだがずっと言い続けていると、いつの間にか背中の後ろにこうやってやだやだお化けがついてくるっていうお話の内容に、このね、私が支援センターで読ませていただいた時ね、もう
やだやだバイバイって言ったりする声もあったり、すごいね子供たちに響く絵本になったようです。とってもねびっくりさせて怖がらせるってわけではなくって、すごいね絵のタッチもすごい柔らかい、絵のタッチなので、すごいね楽しんで読める絵本になってるので、すごいねこのユックとスック、トイレでチッチと、この、ユックとスック、やだやだお化けもですね、いろいろなユックとスックのねシリーズってたくさんありますので、とてもね分かりやすい内容になっていて、私もね娘がちっちゃい時にとてもお世話になった絵本なので、ぜひ今子育て中の0歳から2歳の、お子さんを子育て中の、パパやママたちにも読んでもらいたい一冊です。で続いては3冊目、どんぐりころちゃん、南純子。この、どんぐりころちゃんは今月で11月ということで、今月のおすすめの季節絵本です。でこれが、この絵本はですね、わらべ歌が絵本になったもので、絵本のね最後には楽譜もついていて、でですね楽譜がこうやってついています。で楽譜があるので、一緒にねお子さんと一緒に歌いながら絵本を楽しんだり、あとねこうお子さんをお膝に抱っこして、この、歌に合わせてこう触れ合い、親子触れ合い遊びがこうできるように、おすすめとしてこちらにねイラストでも分かりやすく載っているので、ぜひねこうすごいおすすめのこの季節にぴったりの絵本です。で赤ちゃんやね、子供たちは歌いながらね持ち上げてもらうのがね、お母さんママやパパにね抱っこして持ち上げてもらうのが大好きです。この歌はもともとまりつきをするときに歌う歌のようなんですが、どんぐりを拾ったときやお手玉やじゃんけんの時に歌ってもいいというおすすめの絵本です。歌いながらね遊び方も自由に広がっていくと思います。わらべ歌をねちょっとずつ口ずさんでみると暮らしが楽しくなりますよっていうことで、いろいろねおすすめとして紹介している絵本です。3冊目はどんぐりころちゃん、南純子でした。で最後にですね、今日はちょっと特別に4冊紹介したいと思います。お母さんすごい、杉山かなよ。お母さんすごい、うわーホットケーキおいしそう。お母さんってどうしてお料理上手なの？それはね、うちの腹ペコちゃんのおいしい顔が見たいから。でもね、昔はお料理苦手だったのよ。うっかり指を切っちゃったり、砂糖と塩を間違えたり、おにぎりがへんてこな形だったりしたけど、今ではちゃんとホットケーキもお皿に乗せられるようになりました、と言って続いていく内容なんですが、これですね、お母さんすごいっていう絵本なんですが、今までねまだ子供が生まれてなかった時は料理が苦手だったり、あとねあとはですね、いろいろなことがあるんですけど、こう絵本のねことが知らなかったり、犬が苦手だったりしたけれど、あなたが生まれたことで料理が上手になれるように、上手にねできるようになったりね、あなたの生まれたおかげで絵本もねこともよくわかるようになったりということで、それはみんな生まれてきてくれたあなたのおかげだよっていう、すごい心温まるストーリーで、ね、このイラストもなんか可愛いですよね。今はね上手にホットケーキも焼けるようになったけど、こうやってねたまにはねちょっと失敗したりすることもあるけど、あなたのおかげでママもいろいろなことができるようになったよっていう絵本です。とてもね私も大好きな絵本の一冊です。ぜひご家庭で読んでみてください。以上、ココポカおすすめ絵本のコーナーでした。
続いてはこのコーナー、ココポカソングのお時間です。2曲お届けします。アバでダンシングクイーン、スーパーフライ、愛を込めて花束を。お届けしている番組はココポカ、あなたの心をポカポカにのお時間です。お相手はてるやみすずことみーすーです。続いてはこのコーナー、ココポカおすすめアロマのコーナーです。先ほどオープニングでもお話しさせていただきましたが、今週ですね、以前勤めていた子育て支援センターで2回に分けてアロマスプレー作りの講師として、講座の開催をさせていただきました。で、今回は風邪予防とリフレッシュのどちらかを、このね、選んでもらって、ママやパパたちにスプレー作りをさせていただきました。今回もね、ご参加されて、いただいたママやパパさんたち、こうね、お子さんもね、アロマの香りにね、癒されていて、支援センターの部屋がね、すごいこう心地よいアロマの香りで、こうね、とても素敵な雰囲気でした。皆さんね、とても癒されていましたよ。今日はですね、その中でリフレッシュにおすすめの精油をご紹介させていただきます。まずはじめにアロマセラピーについて簡単にご説明させていただきます。アロマセラピー、またはアロマテラピーとも言うんですけれども、アロマセラピーと今日はね、アロマセラピーということで、お話しさせていただきます。アロマセラピーとは、植物の花、葉っぱ、果物の皮、根っこなどから抽出される精油、エッセンシャルオイルの香りを利用して、ストレスや精神的なショックなどで弱った体に自然治癒力を高めて働きかけてくれるのがアロマセラピーです。アロマセラピーで大切なこと、それは自分が心地よいと思う精油、エッセンシャルオイルを選ぶことです。例えばラベンダーはね、すごいこう、眠りをね、寝つきを良くするよっていうおすすめだよって言われても、ご自身がですね、ラベンダーの香り、なんか苦手だなって思ったら、それはその方にとって、心地よいという精油とね、心地よいと思う精油ではないので、これをね、いいからといって無理にこう使うんじゃなくって、本当に心から、あ、この香り素敵だなって思うね、思って選ぶことが大切なんですね。で、次に精油、エッセンシャルオイルとは、植物の花、葉っぱ、果実などに含まれる芳香成分を特別な方法で抽出したもので、それぞれに含まれる成分が異なるため働きも様々です。例えば今ね、お話しさせていただいたラベンダーの精油は、花や茎から抽出されたもので、その効果にはリラックス効果があります。また、ユーカリは葉っぱから抽出されて、その効果には鼻づまりの解消に効果があり、抽出された部分で効果に違いがね、あるんですよね。また精油って濃度がね、高いので、直接原液に、こう原液をですね、肌に塗らないように気をつけてください。また妊婦さんにはね、おすすめできない精油などもありますので、精油を購入する際は十分に確認をしてください。では今日はですね、リフレッシュにおすすめの精油をご紹介したいと思います。まず一つ目ですね、グレープフルーツです。香りとしてはこう、グレープフルーツの果実の香りそのままです。グレープフルーツをね、ギュッと絞ってできたものが、絞って特別なね、方法で抽出されたものがグレープフルーツの香りです。このグレープフルーツの香りにはどんな効果があるのかなと言いますと、ストレス、このね、ストレス状態にあるときにとても効果を発揮します。こう精神的な疲れだったり、こう抑うつ感を和らげることができる、
手助けをねしてくれます。実はダイエットにも効果のある注目される香りと言われていて、こうご飯をちょっとねダイエットを考えてる方に、おすすめの精油なんですけど、ご飯を食べるときにグレープフルーツの精油をの香りをすると食欲が抑えられるっていう効果もあると言われています、ね、もちろんリフレッシュにも効果、おすすめの精油でもあります。で、2つ目におすすめのリフレッシュにおすすめの精油はレモンティートリーです。レモンの香りとしてはですね、レモンの爽やかさとこうティートリーの清涼感がミックスした香りになっていて、このね以前にも私番組で紹介したことがあるんですけど、レモンティートリーはですね、虫よけにもとても効果のあるこうレモンティートリーなんですけど、実はリフレッシュにもとてもおすすめなんです。こうレモンティートリーの働きとしては、気分をリフレッシュして前向きにし、集中力を高めて思考がクリアになることから、勉強や仕事に集中したいとき、気持ちを前向きにしたいときにもおすすめです。で、最後3つ目にオレンジです。オレンジの、ね、香りとしては、皮を剥いたときに広がる甘くフレッシュな香りそのものです。こう 効果としては、気分を明るく元気にして、また気持ちをリラックスする効果もありますので、緊張している、例えばね学校行くのドキドキしちゃうとか、何か発表する前にドキドキしちゃうっていうねお子さんがいらっしゃる場合は、ティッシュにこのオレンジの精油を何滴か垂らして、お子さんにこの香りを、ね、嗅がせると、すごい気持ちも落ち着いたりするのでおすすめです。ぜひ、このね今紹介したグレープフルーツ、レモンティートリー、オレンジを、ね、の精油、この3つの精油をブレンドするとエネルギーを与えて気分を明るく前向きにしてくれますので、ぜひお試しください。以上、ココポカおすすめアロマのコーナーでした。お届けした番組はココポカあなたの心をポカポカにでした。お相手はテルヤミスズことミースーでした。今日番組内でご紹介させていただいた絵本やアロマの香りの情報が、皆様の日々の子育てにお役に立てますように。皆さん体調崩さないように気をつけてくださいね。今日一日皆さんの心がポカポカな日になりますように。ではまた来週です。